皆さんこんにちは。誠環境店銀座店担当の白玉でございます。本日、ご紹介したいメガネがこちらなんですね。そう、これが柴又メガネ工房のメガネです。 SK の04ですね。カラーは、2番。柴又メガネ工房って皆さんご存知ですか？多分皆さん知らないと思います。皆さんメガネを作っている、産地というのは多分知ってる方ですと、鯖江、福井県鯖江市と思い浮かぶかと思います。だいたい今でも、96% 以上ですかねがそこで作られているという、まあ、一大産地でございますが、実は戦前からメガネを作って、戦後まだ東京で作っている、大阪でも作っているというのがございました。そう、葛飾区柴又、あの大尺店寅さんでも有名なその柴又でも実はメガネ工房がございました。だいたい昭和30年頃ですかね、これですねが創業されて、実は2011年に廃業されてしまったっていう、実は歴史深い工房がありまして、そこのデッドストックが入ってきたんです。でこのアセテートのツヤですね、とこの磨き、この合わせがシュッと起きてますよね。さっきの白山メガネさんとちょっと似てますね。似てますよね、これ、このインジが、はい、ちょっと私話をチラッと聞いたことあるんですけども、確か OEM でなんか作っていたようなみたいな、白山メガネさんのメガネをかもしれないですね。あ、ここはちょっとまだちょっと確定しない方がいいですね。ほとんど、はい、似てますよね。で実際そのちょっとチラッと聞いたんですけども、その後その葛飾メガネさんが亡くなってしまった後に結構有名な職人さんがいらっしゃったということで、はい、1名か2名その白山メガネに移られたということはあったそうですね。なるほど。ほう。でちなみにもう一つ裏ネタがありますね。グルーバーというメガネブランド、はい、聞いたことありますかね。はい、グルーバー、実はそのグルーバーというメガネブランドにもその柴又メガネの方が入って作っているというのがインターネットでも書いてあります。そこも裏ネタなんですけども面白いですよね。それだけすごい技術力があって、アセテートセルロイドを磨きチタンの製造も行っていたという工場がありました。それの、遺作ですよね。じゃあ今は製造もなし、ないです、ないです、もうないです。販売がほぼないです、ないです、ないです、ないです。うちはじゃあ相当デッドで、ね、そうですね、もうツヤがいい、こうツヤツヤですね。なるほど。こう今、はい、もう今何本か、これブラウンと、赤、赤、はい、ちょっと形がこうだ、スクエア型な、ね、3本ほどですか。とあとちょっとクリアの1本だと思うんですね。なるほど。はい、東京にも素晴らしいメガネ工房があったっていうことをちょっと皆さんにも知っていただきたいなと思ってちょっと今回挙げてみました。ありがとうございます。はい、遠近でも大丈夫ですね。遠近でも入ります。はい、ではこちらの色は1本のみ、1本のみですね。でまだ申し訳ございません、ちょっとホームページに出してません。これからちょっと出していきたいと思います。銀座店のみですね。銀座店のみの在庫になっております。はい、ありがとうございます。それでは今日のところ以上になります。どうもありがとうございました。